10、9、6、5、4、3、2、1。Yeah.
なけなしの音符を並べてハミングしてみるの。ありがとう、ごめんなさい、どうか忘れて。前日のね、フェイスブックでは夜行バスで今日広島に着く予定だったんですけど、ちょっと私腰に爆弾が
ありまして、実はヘルニアを持ってまして、お前さっき陽気にむっちゃ踊ってたやないかいって話なんですけどちょっとね、長時間同じ体勢におるっていうのがちょっと怖くて、6時間ぐらいかけて神戸から広島まで夜行バスで行くんですけど、やっぱりちょっと昨日の晩にこれはどうしても不安やなと思って新幹線に帰ってきました。で、新幹線の時間が朝の7時3分やって、起きたんが6時10分やってで、6時12分に確かマレスケさんからおはようっていう LINE が来てて、あ、マレスケさんは多分私が寝過ごすかもしれへんっていうのを全部もう手に取るように分かってんねんなと思いながら、でもなんていうんですか、不安にさせたらいけないんで、あ、もう来てますよ私みたいな感じで LINE ばかりしておきましたなんでマレスケさんがそこまで私に気をかけてくださるというか心配しているかというと、私がものすごく方向音痴でして、ありえないレベルので数々のそのやらかしがあるので、こいつはほんまになんかほっとったらなんかやらかすぞっていうのがきっとあって、そうやっていつもお迎えとかしてくださってますっていうので、まあオリジナル曲で「方向音痴」っていう曲を聴いてください。私方向地方、方向地方、方向地方、私方向地方。
fight, should have stayed. I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm gonna watch you. You kind, and I hope your heart will be greater. Oh, and I wish you joy and happiness. But above this, I wish you love, your love. And お腹が減ってきました。あと私すごい大酒飲みなので今日はいい酒が飲めるなと思いながら皆様の前で歌わせていただいております。焼酎かな今日は。じゃあそんなお酒好きな私ですが、19歳の時に泥酔して作った曲があるので聴いてください。不健康。Yeah.
次で最後の曲を、もっと言うて、欲しがりさんなんでね、ありがとうございます。じゃああと2曲ぐらい歌っても大丈夫ですか？でも時間どうなんやろ？大丈夫。大丈夫ですか？余裕。ありがとうございます。じゃあバラードを歌ってみます。そうですね、初めましての方もたくさん今日はいらっしゃると思うので、どうかこの曲を歌ってる時は年度末調整がどうだとか子供が反抗期だとか最近体重が増えてきたとか、なんかそういう一切そういうこと考えずにご自身のことだけを大切に大切に思いながら聴いていただけたら嬉しいなと思います。抱きしめるという曲を歌わせてください。I'm not afraid to
ないのよ。どうかそれ以上落とさないで、捨ててしまわないで。孤独があなたの目を塞ぎ、悲しみに私が何度でも何度でも抱きしめるわ。したいと思います。ありがとうございました。というか、あの今日も今回もそのアートに参加させていただくのも、マリスキさんが1月に広島でアートカフェをやるって言って、で私もやりたいって、その本当にわがままで無理やり押し入ったような形なんですけれど、で作ってくださったフライヤーを見ると、なんとトリオ任せてくださって、で今日も来たら来たでグランドピアノもあるし、で最初一発だけだった、あそこの照明だけだったんですよ。でちょっとやっぱ光が弱いなってことで、あっちにも女優ライトがあって、多分今日私すごい綺麗に写真撮ってもらえるんじゃないかなって思うんですけど、本当に大事に大事にしていただいております。なんか返せないかなと思ってるんですけど、売れて、あ、そう、うん、一番大事売れたらなんとかなりますね。うわ、ね、難しい世界ではありますけど、なんとかその歌の方で音楽の方でお金を稼いでいけたらなと思ってます。ですいません、この話の流れで、あんまり宣伝は好きじゃないんですけれど、言わせてください。奥の机の方に、CD と
なんと DVD がありまして、CD は、タイプ A、タイプ B と2種類ございます。1曲、1枚5曲入りで税込みで1000円です。メール会計です。今日歌った曲もタイプ A もタイプ B どっちにも入ってるので、よければお土産に買っていただければなと思います。DVD はタイプ A をリリースというかめっちゃかっこいい言い方、発売する時のワンマンライブ、レコ発ワンマンライブの様子を収録しました。私のその緊張具合とかテンパり具合が全部その形になった、ある意味私にはちょっと黒歴史みたいな感じなんですけれどそちらも1500円税込みで売っております。よければお手元に置いてやってください。もしかしたらカラスよけぐらいにはなるかもしれないですキラキラっつって。では最後歌って、今日のアートカフェ、出張アートカフェですかね、を終わらせていただきたいと思います。では話題にも出たので、タイプ A の一番最初に収録されているオセロという曲を歌わせていただいて終わりたいと思います。ありがとうございました。ねえあなた、オセロをしましょう。あなたが黒で私が白よ。ねえあなた、オセロをしましょう。最初の一手は何ですか。
ありがとうございました。いただきます。ありがとうございます。巻きでいきます。お腹も減ったし。最近インフルエンザが流行ってるそうですね。相方だったから。ね、もうお星になってしまったタカさんもインフルエンザが陽性ということは。タカちゃん病んちゃうか。やばいな。怒られるの絶対。なので風邪ぐらいゆっくり引かせろやと思って作った曲があるので、それを歌って終わりたいと思います。風邪引きさんっていうタイトルです。本日はどうもありがとうございました。あ、じゃあこの曲はタカさんに送ることにします。ありがとうございました。寒気なんか気のせいに。